トマス・クッシング3世は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン出身の弁護士、政治家である。1774年から1776年まで、マサチューセッツ湾直轄植民地の代表として、大陸会議大議員となり、1780年から1788年まで、マサチューセッツ国の初代副知事を務めた。ジョン・ハンコックが辞任して、 ジェームズ・ボーディンが知事に就任するまでの間の1785年には知事代行を務めた。ボストンの繁栄する指導的商人の家に生まれた。父は名前が同じトマス・クッシングであり、オールド・サウス・チャーチの指導的教会員だった。父のトマスはタウンミーティングの議長をたびたび務め、1742年にピーター・ファニエルからファニエルホールの寄贈を受け取り、 1731年から1747年にはマサチューセッツ湾植民地議会の議員を務めた。母のメアリー・ブロムフィールド・クッシングもやはり著名な家庭の生まれだった。クッシングは1725年3月24日にボストンで生まれ4人兄弟の僧侶だった。クッシングはボストンラテンスクールで初等教育を受け、その後、 ハーバード大学に進んで1744年に卒業した。法律を学び、法廷弁護士として認められた。1747年10月1日、デボラ・フレッチャーと結婚した。サミュエル・アダムズの同僚として、父の会計事務所で短期間勤めた後、ボストンで法律実務を開業した。クッシングは1766年5月に植民地議会の議員に選出され、 それから間もなくその議長になった。議会は初めにジェームズ・オーティスを選んだが、フランシス・バーナード・総督がこの人選を拒否し、ホイッグ党とトーリー党の妥協候補者としてクッシングが指名された。クッシングは植民地議会がその指名を終える1774年までこの職を務めた。クッシングは長い間、革命とその後のアメリカ独立に反対したままだった。 1772年、通信委員会の委員に指名されたが就任を断った。それでも1774年の第一次大陸会議と1775年の第二次大陸会議には植民地代表の一人に選ばれた。革命を支持していなかったにもかかわらず、その名声のために1775年4月には逮捕を命ぜられ、 イングランドに送還されて反逆罪で裁かれるところだった。幸いなことにトマス・ゲージ総督の手には落ちなかった。その年の夏、マサチューセッツが革命政府を作った時、クッシングは評議会員に選ばれた。1776年になってもクッシングの独立への反対が続いた。そのために1月19日に大陸会議の次の会期に大議員が選ばれた時、 一票も得票できなかった。エルブリッジ・ゲリーがクッシングに代わって大議員になった。クッシングは最後は革命を支持するようになり、大陸軍においてマサチューセッツの兵舘総監を務めた。クッシングは1779年の大陸会議には再選を辞退したが、1780年にマサチューセッツ国副知事の選出は受け入れ、 この職を1788年に死ぬまで続けた。アメリカ合衆国憲法を批准するためのマサチューセッツ批准会議に出席した。クッシングは1788年2月28日に死に、ボストンのグラナリー墓地に埋葬されている。ありがとうございます。